なあ、レノ。怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ。七番街は放っておくのか。我々に何ができる？そもそも、あれは必要だったのか。拒否したところで、他の誰かがやっただろう。その誰かを、自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか？無理だぞっと。では、こう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく、時には返してやらないとな。本気で言っているのか？さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ここ。子供の頃、ここで暮らしたの。ここで眠ったんだよ。部屋、あの頃のまま。毎朝、お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く。そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつかわかるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、神羅には何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく、何なんだよこいつらは。神羅製の化け物か。フィーラーだ。
運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？言い換えれば、この星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、シンラの犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス。私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい、みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたっす。ウェッジ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくて、ってそんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ、まあ、今の何、爆発？近畿アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす、何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。だってこっちだったな。そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。
何があったんだ。ポットの中の子、みんないなくなってる。嫌な匂いがする。この奥だ。どうすんだよ。どかすしかない。任せろ。クラウドさん、お待ちしてました。すでにお伝えした通り、僕はシンラに席を置きながらシンラと戦う術を探っています。身を危険にさらしても研究に没頭してしまうのは上司である北条博士の影響です。そんな彼からの独立、これが僕の研究の目的です。事情は明かせませんが、僕にとって大変な難題です。今はただ僕の研究を進めるしかありません。そのテーマはクラウドさん、あなたです。あなたに秘められた力を引き出せれば、シンラと北条に立ち向かう力となるんです。さあ、新たな戦闘データの提供をお願いします。相手はあらゆるデータを掛け合わせた架空のモンスターや兵器のデータです。準備ができたら、この奥にある特別改造された最上位バトルシミュレーターで模擬戦闘に挑んでください。共にシンラに立ち向かいましょう。なんだここ。北条の施設、神羅の闇。ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。星を取り戻そうよ。全部大嫌い。クラウド、you
哀れだな。受け入れろ。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。手を貸そう。頼む。あれを使えば向こう側へ行ける。うん。私なら飛べそうだ。頼めるか。ああ。これでいいかな。悪いもんばっか作りやがって。ほら来いよ。近寄んじゃねえ。危険だな。遊んでやってんだろ。いいぞ。ギア上げてくれ。モンスター工場かい。
あながち間違いではない。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。私に隙はない。気合入れてけ。大丈夫か？ああ、問題ない。なら、いいけどよ。出口か。これからどうする？まず、ティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあるんだろう。邪魔は入ったが、やることは変わらねえ。さあ、行くぞ。そっちは無事か？この通り。でも、どうしよう。この部屋出られないみたい。ああ、聞こえるかね？北条。どうだね。私の実験場どうだ？すなわち、世界の最先端の居心地は。光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ？あの野郎、何を勝手に。無視して先に進めない？やつのことだ。都合のいいデータが取れるので、ここから出す気はないだろうな。ああ、研究室って言ってたよね。さっき上で扉を見た気がする。行ってみる。手助けできないと。気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何か
かあったらすぐ通信だ。いいよ。了解。クラウド大丈夫かな。様子ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それよりティファは？え？平気だよ。そこ！第三研究室ってここかな。扉開きそうにないね。どうにかできないかな。調べてみよう。だね。クラウド、聞こえる？第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。行ってくる。制御盤がない。こちらからは進めそうにないな。クラウドに報告しよう。わかった。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。何の研究だよ、ったくよ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえよ。この施設で行われているのは、ジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。工場は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。ああ、あの野郎どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。まず中央へつながる通路を探せ。落ち着いていけ。待ってました。邪魔み
ティファたちがいるのは第三研究室の前だったよな。スイッチは4つ、研究室も4つあるらしい。なんだ？輸液確認、輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。サンプルテストを開始します。ティファ、聞こえるか？中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。研究室には多分北条のモンスターがいる。無理はするなよ。ありがとう。行ってくるね。
そこ。見て。上から行こう。ここが出口？北条博士、嫌い。制御盤を操作したの。
それで下の足場もつながったと思う。おう、次は俺たちの番だな。二人ともそこにいてくれ。何かあったら連絡する。うん、気をつけてね。サンプルテストを開始します。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。意地でも負けっかよ。無茶
動き方を見直そう。自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあこんなものか。次はあれだな。いいか、しのげるか。宝条は？すまない、逃げられた。脱出に専念しよう。
気のやつか。おもちゃ屋割りが起こったんだ。この辺りはいいですね。ティファたちに報告しておこう。第四研究室か。扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうぞ。道がつながっていればいいが。に中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。
てね。気合気合。ここからだよ。ここから狙える。よしやっちゃおう。よかった。お任せあれ。しびれる。なんかごめん。出番だよ。気合気合。そっちはどうしよう。まぶしい。なんとかなった。諦めない。状況は？第四研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち、つながってるかも。うん、調べよう。動いてない？まだ逃がす気はないということか。ほんと嫌な感じ。残るは第四研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。
次もこの調子。確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね。うん。クラウドに報告しよう。うん。エレベーター見つけたよ。そうか。よかった。でも今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り。第4研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった。そこで待機してくれ。じゃあ研究室の扉まで戻るか。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ。お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。
そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。しないね。音がする。なんだ、休憩か？こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。動きそうだね。北条め、気が済んだようだ。ははは、サービスした甲斐があったぜ。戻ってきたね。ああ。おい、
なってやがる。誰が。行き先は同じか。行こう。この上ってよ。社長室。その先が屋上だ。待って。この先行ったらもう戻れない。大丈夫だよね。あ、さっきのエレベーターを使えば中央端末までは戻れる。気がかりがあるなら今のうちにな。問題ない、行こう。助けてくれ。おい、誰か。おい、誰かいないか。おい。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む。てか、限界だ。謝礼ならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかだよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から七番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けてシンラと戦う。それがアバランチ。その俺たちにシンラは屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、
天武。甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔皇なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないわね。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包み紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。うわ、
よし、やっちゃおう。
ろしくね。私の出番任せるね。よし、やっちゃおう。Yeah.
救出へ向かう。 大丈夫なのか? うん。 で、 奴は? 逃げられた。 俺たちもとっとと逃げようぜ。 残念だ。危ないちょっと。
ファウス・シンダプレジデントの息子だ。ああ、ぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれバレット、頼む。ちっ、あったよ。お前もすぐに来い。お前はソルジャーらしいな。となれば私は雇い主だ。元ソルジャーだ。世話になったな。一人も逃がすな。二人きりだな。細かいことは気にするな。すぐに終わらせる。釣れないな。死んでる。やるな。今度こそ二人きりだな。忘れられないようにしてやろう。ようやく本気か。光栄に思うんだな。
せてやる。潰すチャンスらしい。勘違いするなよ。シンラは生まれ変わる。私の手で。あいつらは大丈夫なのか。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だからなんだ。生きてるか。なんとかね。
さねえぞ。
くんだ。隠れるとこないよ。渡せるな。そっちは大丈夫。頼られちゃうな。ビリビリ。逃がさねえぞ。止めないと。押し切るぞ。やってやろう。さすがに答えたな。ああ、だが休むのはまだ早い。ああ？クラウドたちは無事なんだろう。当たり前だろう。ならば、退路を確保しておかなくては。だね。急ごう。あとはあいつらと合流して。完了しました。よし、よくやった。まあ俺にかかればこんなものだな。しかし、なんだ貴様らは、どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。他の奴らはどうした。さあな。まあいい、どうせ袋のネズミだ。古代史の女は捕らえろ。あとは殺しても構わん。エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。今度は俺があんたを守る番だ。待って。行くぞ。持ってくよ、船。
っ